はい、どうも、こうでございますと。さあ、今回もね、また新しいゲームをやっていきたいと思います。で、まあこれがオープニングとなっておりわけですけれども、まあスクエアのゲームですね。まだスクエアエニックスになる前の、まあ、ゲーム、スーパーファミコンのゲームなんですけどね。で、またまた RPG をね、やっていきたいと思います。まあ、この映像を見れば、分かる人は分かると思うんですけれども、懐かしいゲームかと思います。まあ、RPG の割にはね、なかなか独特な感じの RPG ゲームではないかなと思いますけどね。で、まあまあね、実況が難しい RPG なんでございますけども、なんでまたこの RPG をやろうかと思ったのはね、まあ、このゲームね、一応ね、メインの方の全クリを一回もしたことがないんですよ。ぶっちゃけでね、まあ、小学生くらいの時にやったんですけども、なのでね、またやってみたいということで動画にしてアップしようかなと思いまして、さあ、で、ウェルカムトゥーライブアライブということでね、ライブアライブ、これをね、やっていきたいかなと思います。さあ、1994年と、まだスクエアエニックスになる前のスクエアですね、のゲームですね。やっていきたいと思います。で、最初はね、まあ、7人のキャラクターを選んで、進めていくという感じになっております。まあ、幕末編、君風編、 SF 編、現代、西部、原始、近未来という感じでね、まあ、7人のキャラクターをね、1つずつとりあえずは攻略していくという感じにね、最初はなっております。で、最初はどうしようかな。幕末が一番多分時間がかかるんですよね。なのでね、どうしようかな。まあ、なんとなく順番的にいきますか。順番的にっていうのもおかしいけども、まあ昔から順にやっていこうか。原始、西部、まあ君風と現代どっちかみたいなね。あ、君違うな、幕末だな。西部、幕末って感じかな。まあとりあえず原始編からやっていきますか。で、はるか昔の原始時代、厳しい長老のもと、相棒のゴリと気ままに暮らす少年が狩りを許される年になった日。会話のない時代、人は強い嗅覚を持っていた。匂いを嗅ぐことで獣の居場所や危険などを知ることができたのだ。なるほど。さあ始めます。言葉が喋れなくて嗅覚が鋭いって、まあ確かになんか昔の人はね、匂いで全てを察知するっていうのがね、ありましたけども、あとは目とかもいいんじゃないかな。びっくりマークね。怒ってる怒ってる、超怒ってる。まあなんか話の流れ的には女がいなくなったというのでね、探せと。あれが長老的なのかな。長老が怒ってると。逃げてきた女の子だね。そう簡単に解ける縄なのかな。あ、来たぞ、追っかけてきたぞ。これなんかデコ出てる。一人ドジなあれがいるけども、なんだこいつ、ナルシストがいるぜ。股間に何つけてんのこれ。何で隠してんのかな。葉っぱ、葉っぱ体ですか。一人呼び逃されてるよ。一人なんか、自動車みたいなのに乗れなかったよ。あ、デコじゃなくて鼻が出てんのかあれ。中に追い出されましたけども、最初はね、まだムービーが長いのかな。マンモスを狩りに行ってるわけですか。あれがゴリなのかな。完璧ゴリラだけどね。
まあね、あの、はじめ人間ギャートルズだったかな。あれもなんかゴリラと、ね、一緒に暮らしてますから。まあなんで原始時代イコール、あの、こう、ゴリラと仲がいいっていうかね。まあ、ギャートルズはあれはゴリラなのかという感じもするけれども。あら、かわいい。かわいいマンモスちゃんですね。さあ、原始編接触と。さあ、名前ね。ポゴ、まあこのままにしておきましょう。なんか面白いの考えたいところですけど、私にそんなネーミングセンスはございません。さあ、とりあえずまあこうやって動かせるわけですけどね。花風船垂らしてね。メニューは開けないのかな。最初は開けないのか。全然ボタン押しても効かないから。あ、開けた開けた。まあ装備、持ち物、技、体型、音声、ステレオとかね。まあ、装備は骨、まあこれ武器なんだろうね。持ち物はないと。技はボコボコ、まあ、ボッコボコにするんでしょうね。まあ、ドンキ技ということで、まあ、こうやって物を調べられると。その辺はまあ RPG によくある感じですけども、あ、バツボタンを押せば、まあ、走れると。まあ、久しぶりにやるんでね、まあ、ちょっと操作を確かめながら、あ、これで起きたと。で、ゴリ、わー、すごいブッサイクな顔してるね、これね。眉毛がつながってるぜ。りょうさんみたいだな。さあ、まあとりあえずやってみましょうか。なんだこいつは。なんでこう他の人はあの鼻がでかいのかな。まあ、他のところを探索してなんか走り回ってるけども、早い。ちょっと待って、話しかけさせて。同じスピード。どこいた。ああ、俺追い詰めたのに。あ、それだけ。あ、増えた。さあ、いろいろなんか物色していきましょう。これなんかあるんだっけかな。ちょっと追い詰めて、一気に増えた。ここに人がいればあれか。これどうなの、これ永遠になるの。あ、いなくなったよ。元通り、意味ないじゃん。さあ、まあまあ、ちょっとね、くだらないことやってましたけども、なんだこれ。漫才ですか？それだけ？まあまあ、木の棒、骨、熱い。なるほどね。まあなんかいろいろとアイテムがあるわけなんですけども、これまあ装備で、勝手に装備。ああ、なるほどね。両方の手に、武器っぽいものを手に入れたと。ゴリは何もないのね。なるほど。じゃあ行きますか。すげえ久しぶりにやるライブライブね。まあ、頑張ってね、全クリしていきたいものなんですけども、なんだ？おならしたと。起きねえよ。あ、起きた。どうしたらいいのかな？最初は。なんだ？あ、長老がいないみたいな。あ、いた。ところのところに行けってことだったかな。うん。知能の肉。鹿を狩ればってことかな。あ、行けと。やはり言葉がないとね、不便ですね。まあ、とりあえずいろいろとね、探索して物を集めていきたいと思います。あ、なに、ダメ。ヒョロ様怒った。まあ。ここは何？木と石で斧ができると。木の棒とこれか。ドカドカ斧を手に入れた。これが装備なのかな。装備を自分でね、あれか、素材を持ってきて、まあ防具とかね、そういうのを作ると。あ、食べちゃダメ、ごめんなさい。あ、こういうのもこうやってできるんだか。まあまあちょっとね、探り探り久しぶりにやるんでね、やっておりますけれども、何、あ、向こう、あ、こっちね。はい、来ましたよ。何、うん、花を嗅いで、
あ、匂いがね。で、敵が現れる。敵というか、鹿？で、肉手に入ったぜーと。で、あ、お前がやれと。無理くり。あ、から、うん、Y ボタンを押せと。こんな感じですか。あ、なにこれ。あー、長老からも匂いが出てると。伺えるぞ。あ、鹿だね。ボコボコは範囲が狭い。まあ、こうやってね、移動は自由にできますんでね。まあ、敵も動くんですけどね。かくらん。すごい動きをする鹿だな。さあ、ゴリは？が、手の技、浮き、こ、精神技、うきょきょうきょ？どういう技だよ。あ、引っかき攻撃ね。勝利。骨肉を手に入れた。これでいいのかな？Y ボタン。どういうこと？肉肉。Y ボタン。肉手に入れたけどね。まだ足りない？2個ってことか？匂いを嗅いで。こっちか。結構広いね。犬も買っちゃうの？なんだろう、この大きさ的にチワワかな。チワワ買う。チワワをね、こうやって攻撃して買っちゃうっていうのはね、なかなかちょっと両親が痛むよ。しかしこのゴリの顔ね、やばいでしょ。相当な顔だよ。さあ、骨肉。犬でも骨肉、まあ肉なんだけども、なんかかわいそうだね。あと1個？あ、3個を取らなきゃいけないってことですか。結構遠くまで来たけども、上か、上にいるぞ。またワンちゃんか、かわいそうだ。まあまあまあ、あ、淡々とねやっておりますよ。だってまあね、まあ、最近ね配信してるゲームはねほとんど終わってますんでね。まあ鉄拳とかね、まあモンハン、フロンティアとか、まあ、やってるわけなんですけど、鉄拳ね最近触ってないですね。あ、3つ取って OK と。Y ボタン？うん。あ、Y ボタンに匂いかけば敵がわかるよと。いうことですか。まあね、話戻しまして、まあ、鉄拳もね、先やってないわけですよ。うん。まあね、いかんせん、スマホのモンハンばっかりやってるっていうね、ことがありましてね。そのせいでね、まあゲームもね、鉄拳もやってない。まあモンハンもね、ほんとね、なんつうかね、ほんと動画のための時だけしかやらないんですよ。なのでね、ほんとスマホのモンハンも動画でね配信できればいいんですけど、まあそれもなかなかできないっていうのがね、ただそういう、どうやってやればいいのか分かんないのがあるんでね。まあ、しょうがないんですけども。まあ、いかせも結構進めちゃってますんでね。まあ、今更配信もないかなという感じであるんですけども。あれ、ゴリがいない。ゴリ探しに行きますか。ゴリどこにいたの？この人は何？寝てるよ。寝てるけど動いてるけど大丈夫かな？いないぞ。たまにね、スマホのモンハンも結構ね、やってるわけなんですけどもね。まあ、狩猟団作りましてね。まあ、やってるわけですよ。で、ツイッターでね、募集というかね、旅団入りませんかと。狩猟団入りませんかっていうね、感じで、やっておりまして。まあ、なんとね、
まあ、A さんがね、ミスター A さんが YouTube で動画を配信してる、アップしてるね、 A さんがですね、やってくれましてね、入ってくれまして、やってくれましてって意味わかんないけど入ってくれましてね、それですね、まあ本当ね楽しいですよ。まあ、この前 A さんとマルチクエスト行ってきたんですけども、まあね、まあモンハン X フロアだったかな、モンスターハンター X フロア、まあこれがスマホのね、まあ、あれなんですけども、まああのどういうのかっていうのはね、まあ、A さんの、動画をね、見ていただけたらと思います。まあ、右上のねおすすめの作品のところに、まあその A さんのね動画をね貼っておきますので、ぜひ興味のある方はね見ていただけたらなと思います。まあ、とりあえずさっきね、今女の子言ってたんですけども、はい、これねなんだろうと、はい、鼻の匂いがする。だってこれ一番奥にあったらこういけないじゃない。ああ、なるほど、一回出ればね。はい、なくなった。全然は女の子を見たことないのかな。今度はそこに隠れたか。ここだ。おー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 、はい、ここ見つけた。いやいやいや、かわいそうかわいそうかわいそう悪そうな顔したな今。何あげたらいいの。お肉が必要じゃない。あ、腹減ってんのか。じゃあまた狩りに行かなきゃいけないのかな。いけないじゃん。いけないけど、どうしたらいいのかな。この肉取ればいいのかな。あ、なるほどね。あ、これアイテムになるのか。で、じゃあ骨肉で手なずけますか。痛い。離れればいいのかな。で、戻るとない。すごいな、そっと押したぞ。そんな美少女だった。見た目な感じだね。ああ、もう続行ですな。おわーい、ゴリー襲ってる。お、すげえな。なかなか強い女の子ですな。あら、両思いになっちゃいましたね。あら、やったね。こいつはもう、なんだ？あー、これで3人か。なるほどね。ベル。なんかね、ベル。なるほどね。あの、原始時代っぽくない名前なんですけども、まあまあ。いいか。まあ、その辺の設定はよくわからないですけども、まあとりあえずね。だ、これで3人になったわけなんですけども、まあどうしたらいいのかな。まあ結構忘れてんだけどね。なんかいるぜ。寝ちゃってんじゃん、こいつ。おい。こっち行きなさい。今だ。危ない。起きた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 。なぜ戻る。ああ。またそこで寝るのかよ。あ、このやり方じゃなかった気がするな。また多分同じ結果になるような気がするな。うん、また起きた。さあ、確か、これをね、使うはずなんですよ。はい、これでバレないと。うん、OK、行こうみたいなね、感じなんだろうけども。さあ、まあ、これでね、普通に行けると。はい、どいてどいてどいて、君。寝てるんじゃないよ。見張り役だろ？なになに？あ、くるくるくるーっ。さっきもそうやればよかったんじゃないか。
さあ寝ようかと。あ、寝る場所がないよ。ベルちゃんの寝る場所がない。一緒に寝るってやるのかな。お？ひどい。あ、自分の布団に寝させるんだね。そうだね、ゴリラの場所には寝させられない。あ、近づけてね。なるほどね。初対面だぜ。あ、入ってくれるのか、入ってくれるのか。もうそんな簡単に入っちゃう。ゴリを一撃で倒してドーン。あら、女の子が近づいてきちゃったみたいなね。おお。あの草の中にいるんだろうね。ほらね。いってらっしゃる。もうかわいいみたいな感じなのかな。なんだゴリ。あ、そうか、肉がね、肉なくなっちゃってるからね。知らない知らない、僕じゃない。お腹減ってる。何の音だ。なるほどみたいな感じなのかな。お肉は必要だ。にっこり笑うんじゃないかと、そしてチューがしてもらえるんじゃないかと想像してるね。なかなか混ぜた子ですけども。起きろ、一緒に行くぞ。行かないのか、一人で行けとか言うのか。いつも起きてんのかい。なんだ。さあ、まあというわけでね、今回はここまでにしたいかと思います。まあライブライブ原始編ということで今回はやっていくわけなんですけれども、まあライブ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 ね、結構まあ長い道のりになるかと思います。まあそういう感じで、まあまったりとねやって、まあ全クリしたことがないのでね、頑張ってね全クリをねこの機会に、うん、やっていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。